ロマン・ゴンチュクは、ウクライナのイバーノ・フランキー・ウシク州出身の柔道選手。身長178センチメートル。2004年のアテネオリンピック男子81キログラム級で、銀メダル、北京オリンピックでは、同級で、銅メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックの開会式では、ウクライナ選手団の騎手を務めた。試合では、初戦で、ブラジルのティアゴ・カミロに、 アシシャで敗れた。アイフ世界ランキングは316ポイント獲得で28位。AB ロマンアンシャック、バイオグラフィーオリンピックリザルツハット、アテネゴリン男子柔道 81kg 予選。2004年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月24日閲覧。アテネゴリン男子柔道 81kg 級、準決勝。 2004年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月24日閲覧。アテネ降臨男子柔道 81kg 級決勝2004年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月24日閲覧。ロマン・ゴンティック・ツー・キャリー・ザ・ユークレーニアン・フラック。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年10月26日閲覧。ありがとうございます。